第69回ミフクラエンジニアアートアップ今回は「VS コードのデブコンテイナーを活用して開発を効率化しよう」というテーマで VS コードによる開発環境の構築について日本仮想化技術の石本達也氏に語っていただきましたセッション終了後に行われたスライデューによる質疑応答の模様をご覧ください えっと、まず、開発者の人ってコンテナの中身にまで興味を持つものなんだろうかっていうのと、あと、うん、えっとこ、これもちょっと関連ですかね。デブコンテナー使っている場合、デブコンテナー自体がメンテナンスされていない状況が、あの、常習化している気がします。どうやってデブコンテナー環境をメンテナンスしてますか多分さっきの、えっと、ポチポチっと最初に、 選んで、えいって動かした、プラス、アルファをやった状態でずっと、ああ。感じなんですかね。<ー>かサイクルってどうしたらいいんだろう,う確かに。悩ましいですね。確かに僕もなんか一時的に入れて、入れて後でこう。 環境を立ち上げ直したらまた同じエラーで怒られてあれなんだっけと思ったらあ確かになんかちょっと一時的になんかこ <laughs> こ足りないパッケージとかインストールしたなっていうところはあったりするので、えっと、僕自身が書いたんですけどはいあのデブコンテナ自身のメンテナンス自身が本当にされてないんですようん、うん、でデブコンテナのメンテナンスって結構めんどくさいと思うんですよねううん、うん <laughs> でえっと、デブコンテナーも含めてメンテナンスしないと、デブオプスとかそういうのに引っかかるんじゃないかなと思ってて、うんうん、なんか、うん、そこら辺のところってみんなどうしてるのかなっていうところが聞いてみたいところですっていう。石本さんの説明の中で開発環境の定義の違いみたいなのあったじゃないですか。うん、だから 今日のカでの開発環境って言ってるのは、えー、まあ、かつ、開発者が、えっ、ー、と、自、まあ、自由っていうか、まあ、とりあえず手元でって言ったですかね。まあ、動かすためのもの。うん、ただ、チーム開発って観点で、デブオプスのなんか開発サイクル回していこうとすると、うん、えっと、例えばクラウド上に、そのコンテナ実行環境があって、ここは開発ステージで、うん、えっと、みんなが、 えっと書いたコードがあのデプロイされて動く。で、もう少ししっかり統合テストやるよみたいな、リリース前テストやるよっていったテスト環境あって、で、まあもちろん本番がありますみたいな。だから、各開発者用、うん、えーとチーム開発用、えー、リリース前テスト用本番ぐらいの4つにステージに分かれたりとかして。本当で言うと、うん、そのコンテナの中身については、一気通関で、 その各開発者用から本番用まで、えっと、インストールされているものとか、なんかそういうのは基本的にはバージョンが揃うみたいな。うん、まあ、それがまず一つ理想なんだよね。だから、誰がメンテするのって話に戻ると、できれば、なんていうか、その全体的にそこの部分で、なんていうか、いわゆるミドルウェア層って言ったらいいですかね。うん。だから、この部分を、あの、 マネジメントする人がやっぱりいるべきなのかな。だか小さい規模だと、そこが結構あやふやにされがちですよね、やっぱりね。うん、なんか分かる人間がとりあえず、やで作ったやつを使用するままずっと使い続けて、<laughs> で、えっと、セキュリティの問題がで出てきたりして、どうするみたいな。うん、なんかそういう感じになりがちなのかな、みたいな。うん、あこれまあ、 逆に言うとなんかあんま答えなくてまあ強いてえばそういう人間が必要なんだけど規模感がちっちゃかったりスキルがある人がいないとそこ結構おざなりでまあ動いたからいいやみたいな感じになりがちで大事なポイントだよね、うん、松田さんそんな話で合ってるはい大体合ってますねだからやっぱり誰かがメンテしないといかんよねっていうのはあるよね まあ、その、毎日のようになんか見る必要はないんだけど、うん、なんか、どっかのタイミングでやっぱ見直しをして、あの、環境を塩漬けにしないっていう。うん。うん、あと、まあ、あの、デブコンテナ作るときに、コンテナも一緒に、こう、ドッカーファイルで作ったりとかするケースとか、やると、 下に書いたんですけど、ちょっと、あの、ここのページにはない、ちょっと、もうちょっと下に。えっと、はい、デブコンテナでファイルを書き換えたときにテストを実行すると修正前のテストものがテストされてしまうケースがあるっていう <laughs> のが引っかかってるんですよね、最近。んだから、ドッカーファイルが全部一回 ビルドしちゃったときに全部ファイルコピーしちゃうから<ー>、はい、とか、そういうのがあって、あのデブコンテナ自身使いづらいから、僕、デブコンテナ使わないようにしてるんですよ、むしろ。で、それだったらあの Python で PyEnv 使って、自分でどあのビルドシステム、うん、手元に用意した方が、はるかに楽だなと思っちゃって。 わざわざ友達が用意してくれたデブコンテナを使ってないっていうのがオープンソースの世界であったりするっていう。うんなるほど。なんか、ここら辺の回避方法とか、その、なんだろう、なんか抜け道とか、そういう、あの、うそういうノウハウとかってどうしてるんだろうっていうのはみんなに聞いてみたかったなと思ってました。ですね、多分この辺まで。 うん、チーム開発プラス、そのサイクリックな開発というか、その、運用まで含めた、この、しかもなんかこのループが何度も回るってところまでは、まだデブコンテナとかって、あの、なんか叩かれてないような気は、ですね。ちょっとなんかまだ、今はいろんな。あくまで開発環境を作るための、 あのものですよっていう世界でしかなくて、うん、実際、デブコンテナ上から、じゃあサービス動かそうかっていうと、あのサービス動かしてテストしようかなと思ったときに、うん、<laughs> その前のテストテストとかが残っちゃって <laughs>、動かないとかっていうケースがあったりすると、もとも子もないよねっていう感じがしたりするっていう。うんうん なんかその開発サイクルにおける連続性みたいなものっていうのがどの程度あるのかとか、かその辺は追求する課題かもしんないですね。うん、すげえ、今日なんか超勉強会っぽくなってるね。ちょっとどの行きましょう。<laughs> キリがないので。<laughs> まあこれはそうですよね。だから、まあちょっとメンテしないといけないですよねっていうのと、うん、あとは、 あこれもちょっととりあえず。そういう意味では、これも関連質問なのかな。普段はリモート SSH ばかり使ってます。デブコンテナは基本開発環境の構築用に使われることが多いと思いますが、常駐サーバーの構築などでもデブコンテナが役立つ場面などありますかだからまあ、そういう意味では、あの本番までつなげられるのっていう話ですよね、これね。ああ<ー>、それでやっ で最初なんかそれでやろうかなって思って楽しそうとしてたんですけど、やっぱデブコンテナ向けのイメージっていうのが結構やっぱ開発向けにちょっと上長にいろいろパッケージとかライブラリー入ってて、うん、結構イメージでかいねって、あの、社内でもインフラの人と話してて、うん、だからなんかこれをそのままなんか本番まで持っていこうと思うと、なんかちょっと無駄じゃないというか、イメージが大きすぎて、なんかちょっと微妙だよねっていうので。うん だからあくまでやっぱこれはなんか開発向けに特化してある程度なんか環境としてこうだよねって固まったらやっぱ別で切り出してやるみたいなところでなんか今は暫定的にやってもっとなんかいいアイデアとかやり方あんのかなとか思って一から作ろうとか思ったけど意外といろんなパッケージ入ってるからその辺の中身調べてそれを綺麗に持ってこようと思うとやっぱそれはそれで大変なのかなとか思ったりしたので 常駐サーバーとかの構築とかってやるんだったら、普通にドッカ r ファイルを自分で一から作ったほうがいいような気がするっていう印象がありますね。うんうん、デブコンテナとは別に、うんデ、デブコンテナって。dev コンテナってディレクトリの中でしか、はい、あの支配力がないから、うん、そこの以外のところでドッカ r ファイルとか、うん、あとドッカーってディレクトリ作って、そこにドッカ r ファイルがいくつか並んでたりとかして、それでその中でドッカ o コンポーズ YAML があったりとか、 そういう使い分けっていうのもちゃんとしたほうがいいんじゃないかなと思ってます。うん、なんかイメージ的にはプロジェクトの初期段階でちょっとプロトタイプ的になんか作ったりとかなんかやっていってあの今の話だとある程度固まってきてあの動かすチーム 全体としてやろうって言ったら、まああの、きちんとどっかファイルとか作り込んだものに、えっと、書いたソースコードを載せて、ちゃんと動くかどうかみたいなのを確認しながらじ、うん、じわじわとそっちに寄せていく感じなんですかね。うん、この辺もちょっと、あの、発プロジェクトのスタートから、その、こう回していくところまでの、なんか、もう少し、えっと、ノウハウを。 はめたいとこですよね、うん、さあさあどどんどんいきましょうあとは、ええー、と、これちょっと、オールですとか。これ多分、あの、アンケートのあれで <laughs> 使ってますかって言って、カソルと VS コート使ってますっていうコメントだと思うんですけど、うん、あの、カソルって何かなと思ったら、コパイロット的な、あの、チャット GPT とつながっていろいろ、 でできるやつみたいすなんか VS コード嫌いになるかどうかみたいなところでちょっと最近話題のやつです。ね,、はい、ねちょっとこの辺も要注目ですね。はい、あとあの昔の環境構築バージョン違いで挙動が違うとかで統一するの難しかったって、まあ、あるあるですよね。どんどんいきましょう。 仮想環境を使って開発する方、みんなどっかとかの設定詳しい人ばかりなんだと思ってましたが、デブコンテナ使ってれば、デブどっか何それって開発者もいるのかもしれないですね。まあそうですよね。なんか、デブコンテナは非常に汎用的な、多分、トゥーマッチなのも含めて入ってるけど、もう少し本番ってなると絞り込んだものっていうさっきの話ですかね。はい、ちょっとこの辺の連続性道頓のみたいなのは、 ちょっと皆さん興味あるかもしれないですね。僕もあのビールも実は日本名を終わってるんでいい感じになってきましたんですけど、あと Dev コンてなとは直接関係ないですがリモテ SSH ですね使ってターミナル操作して標準で使ってますか？テレターム、アイタームは大体石本さんとかこの辺どうですか？あでもこの結構これなんかインフラの人として話すと僕なんか VS コードを普段 そこに住んでこうやってる住人なのに、なんか極力そっちに寄せたいなと思ってやってるので、なんかそっちを標準として使い慣れているっていう感じなんですけど、もしかしたらそこ、VS コードはそもそもなんか日常的に開かないよって方であれば、違うのをメインで使ってますはありそうな気はしていて、僕はなんかいちいちこう画面切り替えたりせずに、なんか別にそれで困んないのであれば、まあそっちでいいかと思って作業しているっていう感じですね。 なので、標準として僕は使ってますっていう感じですかね。これは、あの、EMAX は環境ですって言ってるの、なんかほぼ同義かな、みたいに感じますね。まあ、使いやすければ、リモート SSH って使いやすいんですか、まあ、なんか VS Code の UI に慣れてる人であれば、<ー>そっちが使いやすく、なんかそういう話の世界になりそうだなって感じは。じあまあ、普通になんかターミナルでやって作業するのか、VS Code で開いて、はい、まあ直接あの、 フォルダーとかもエディター上で見れたりするので、はい、まあその辺でそういう VS コードの UI をフルで使いたければリモート SSH の方が向いてるのかなって。うん、いや、全然なんかコマンドでカタカタ叩いてテキストで見て、それでいけるぜっていうリモート SSH で開くと、あのはい、リモートのプロジェクトが直で開けるんですよね。ああ、なるほど。うん、なので、えっと、 例えばあの、えっと、ID 環境をそのまんまこうリモート上の、えっと、ディレクトリ構成のまま使うことができるので、中で SSH で入って VI でエディットするとかっていう手間が必要なくなっている。なるほど。っていうところが強みがあると思います。うん、ただ、はい 拡張機能に関しては、リモート SSH 上に入ってるあの拡張機能しか入れないので、うん、例えばコパイロットとか使うときに、うん、コパイロットの設定をリモート SSH 上のところでもしないといけないとかっていう弱点はありますね。このあたりも、うん、なんか開発のスタイルをみんなでチームで共有したいねとか言ったときには、まあ、場合によってはもうみんなリモート SSH 使ってこうやれみたいな風に。 ししていくといいいくとのかもしれないですね、うんはい、これさっきのちょっと出てたやつですね。半蔵イベントとか、うん、まあそれこそ、あのー、オンボーディングの教育だったりとかも、うんね、プロジェクトのスタートの時のレベル合わせとか、うん、そういう時とかにも、デブコンテナー、だから本当入り口のところからもう最初から使う。で、これでやろうねみたいな話から、うん、スタートプロト開発しましょうとか。 いいいいうのはいいかもしれないですよね、うんはい、あとは、はい、スライド見ながら頑張って手元の環境をかけたけど <laughs> インストールが長くて途中で雑落 <laughs>、うん、自分は開発サイドですけどこれ使いのくださいみんな環境を配るのは楽になりそうですねっていうことで、うんはい、なんか開発環境構築のところにも何てうか IAC 的な波が来てるよねっていうことなんでしょうねこれねうん それが多分、あのこ、この話なんですよね。だから僕みたいなオールドタイプからすると、バーチャルボックスで一人一イメージというか、あの、ボックスを配ったり、エ、うん、イグラント使ったりみたいなところが、やっぱりまずあったわけなんですよね。うん、うん。でも、発、コンテナ開発なんですかっていう。まあ、コンテナかなって気がしますけどね。うん、ま。なんかどちらかというと、その、 今のアプリのリリースのサイクルとかで、こう、コンテナ技術の方が使われてるから、そっちに合わせた方がみんなやりやすいよねっていう風になってそうな。なんか、それがコンテナじゃなくて、バーチャルボックスとかが主流で回ってるんだったら、多分そっちでみんな作ろうよってなってそうな気がして、なんかそっちをコンテナが、なんか握られたというか、そっちが主流になっちゃったから、みんななんかコンテナコンテナっていう風になってるようなイメージが僕の中ではある。 ドッカーとかがわーっと出てきたときに、で、これ何に使うみたいな話に、あの、うん、コンテナの技術としての面白さとは別に、じゃあこれ何に使うのみたいに言うと、やっぱ開発環境じゃねえのってやっぱみんな言うわけですよね。それが、なんていうか、そのまま今につながってて、まあ現実的には、まあ、開発環境として、まあ書いたコードをちょっと動かすには、コンテナ上で、えー、ちょっと動かしてみるみたいな。 感じになってるなとは思いますね。うん。だから、なんか、バーチャルボックスでベイグラントで、なんか、みたいな話って、えっと、ある、現場ではあるんだと思うけど、なんか、表だってあ、あの、目新しさはないから、なんか、あんまり聞かなくなったかな、っていう気がしますね。あとは、すげえ、なんか、どんどん聞くんだ。<laughs> 今日は意外ともっと来ないかと思ったけど、テラターブからリモート SSH で切り替え中ですっていうね。<laughs> はい、貧弱なサーバーだと VS コードサーバーが自動インストールされてまどに <laughs> なんか僕もあの家に転がってる古いラズパイでやろうとしたら同じように確か動かなかった記憶が。確かにサーバースペックもそこそこないと思う。まあ、まあ、ある意味ね、ローカル機能の、ね、オフロードをサーバー側に持ってってるわけだから。 ちょっと辛い,い、ねうん、ここは。あ、でも、脱パイでもいますよ。確か、パイ4、なんかちょっと、ちょっと最近のやつじゃないと動かなかったよう、ね、な気が。メモリが少ないとちょっとかかっ、ね、パ,イパイフォーですね。パイフォー。はパ,パイ4で,、ね、ですけど。パイ4以前のやつで、なんか転が、昔のやつが転がってたんで、やってみようと思ったら、ちょっとダメでした。うん、は多分メモリが足んなかったのかな、うん。なんかそんな、そんな気がすで、うん、すね。だこのあたりはちょっと。 もちろんちゃんゃとしたやつねあとこれそうやっぱそう最近のナウい技術使ってますアピールうんあのナウなヤングねこう若手不足人手不足っていう中でね新しいスタイルでやってるぜっていうのは結構大事かもしれないですよねうん、うん、でもデブコンテナ自身2年ぐらいあると思いますよもうあじゃあもうナウじゃないんだ <laughs> いや、だいぶあって、ベータ版から抜けなくて、うん、いつ抜けてくれるんだろうって。うん、じゃあ、まあ、なんか、あの定着期ですね。そういう意味ではね。うん、だからさっき言ったような、なんかその、本番までどうつなげるみたいな、まあ、なんとなく使えるのは分かってきたんだけど、なんか、実践で稼働させるところのノウハウをもうちょい欲しいよね、みたいな。うん、そういう感じなんですかね。はいどうも すげえ、なんかいっぱい来ますね、今日ね。なんかお便りみたいな。数年前にどっかちょっぴりかじって社内向けに引き合やらギット系サービスって、そうですね。この辺のやつってなんか最近もう配布がそもそもね、あの、コンテナイメージだったりもしますよね。はい。うんうん、で、出稼ぎに帰ってて、帰って,て、出稼ぎ行ってたんですね。帰ってきたのに、ね、もうかかられてって、外押ししてからちょっと苦手うん、なんか、コンテナって、コンテナとかそのものが、 一種のね、アプリの塊だから、うん、場合によってはデータはデータとして残しながら、アプリね、なんか置き換えてみたいなやり方とか、まあまあ、あのそこまでちゃんと考慮されているアプリであればってことなんですけど、なんかこの辺は、あの、若干課題ですね、まあ、塩漬けになってないってことだと思うんですけども、だ、うん、けど動かなくなってるっていうね。うん メンテちゃんとしなきゃダメですねっていうのは、私としては一緒ですよね。うん、あ、そうそうそう。で、これ、あの、ちょっとね、今日の今日ね、あの、ニーノさんが紹介してましたね。あの、ワスム環境の話。これは今日社内でも話しましたけどね。これちょっとやってみたいですね。はい。 だからあのローカル環境があのリッチであれば、結構あのインストールレスに近い形で、ね、ブラウザーだけであの動かせるように塗ってくれみたいなところで、うん、ちょっと興味深いですね、これね。ちなみに、便版の VS コードも結構前から動いてたりしますよね。ね、うんこれね、ちょっと試したいですね。お <laughs> であ終わったと思ったところに飛び込んできました。 はい。リモテセシートログインでリモートサーバーで、サーバーにコけルサーバー。うん。はい。パ <laughs> ワルがフルがあるので、汎用性どうなるかなっですね。はい。他のターミナルソフトやの機能があるのかわかってませんって。ああターミナル出力をファイルに落としたりとか、うん。通りコピペを即時入力防止などですね。はい。 この辺はちょっと細かい使い勝手の話になってくるから、うん、どうなんですかねそうだったかな。なんかでもちょくちょくターミナル周りもなんかバージョンアップを追っかけてると改善はいろいろ繰り返されてはいるものの、はい、ちょっとピンポイントでこの機能があったかなかったかはちょっと今、即答できない。ですね。うん、まあ、ターミナル出力。 落とすところはコマンド実行だったら、まあ、リダイレクト使ってよって、僕はつい思っちゃう。うん、まあ、アプリもね、ちょっと便利なんでね。はい。うん、あこのあたりは、うん。ちょっと、はい。しか、会議を入れコピペ貼り付けたときに、なんかダイアログで一応聞いてくれたような。うん、ああ、どうするなんか、結構複数行あるけど大丈夫、うん、みたいな、うん。いうとこですかね。まあ、こういうのもでも、あの、 やっぱ VS コードを使う人増えてきて、うん、あ、じゃね、こうじゃねっていう中で改善されていきそうな気はしますよね。まあそういうフェーズに入った気はします。うん。はい。で、下もさんで、あ<笑><笑>終わったと思ったら来ました <laughs>。あとは、初環境のどっかイメージ、リポジトリで管理しているのでしょうかっていう。 ところで、まあこれは、あの、あれですよね、コンテナレジストリーで管理するけど、かかうん、サイズが大きければ、ちょっとドッカーでも賄い、うん、あ、ドッカーじゃない、GitHub でも賄いきれないから、そうなったら、じゃなんかクラウドベンダーのイメージのやつ使うのかとか、ドッカーハブのやつを使うのかみたいな、そんな感じだったなんか最小限ミニマムであれば、GitHub のレジストリーで賄えたような気がしますけど。うん なんか社内でもそんな使い方で、そんなサイズ大きくないかどうかをまず聞かれて、うんうん、そんな大きくないんだったらそっちでいいんじゃねって感じでギター h 上で持ったり。まあ大きいとちょっと、まあ多少お金払うからどこにしよっか、みたいな話とかはなんか出てたような気がします。まあ正直ここはもう、どういう運用と、どれぐらいお金使えるかとか、その辺で千差万別かなうん。あり。あと、 リポジトリの更新頻度とか、そのおと、取ってくるね、あの、プルしてくる頻度にも相当左右されちゃうし、うん、なんか、ここはなんか、具体的なベストプラクティスっていうのはないというか、まあ、あの、いろんなやり方があるから。 か確かにそんな気がします、うん、ドッカーハブは最初高いけど、なんか使いまくると、どっかのタイミングでなんか AWS のレジストリーよりちょっと安く感じるかもみたいな、うんうん、なんかちょっと不思議な感じの価格設定があったので。うんね、だからケチケチにするなら、各人があのビルドして使うっていうね、あのちっこいイメ、まあ、ベースのイメージ持ってきた上でやるっていう。あ、なんかそういう意味では、ソフトデザインの、あの、 12月号だか11月号のコンテナ活用のときに、遠山さんがその辺書いてたような気が <laughs>、うん、ちょっと後で探してみます。うん、次ですね。はい。ID が統一できず、お忙しいというチームの構成を考えて、開発時にはローカルでどっか叩いてる。うん、まあそうですね。はい。うん、なビルドウェブサーバー起動環境を作ったのですがど、うん、デブコンテナって VS コード以外の人とそういう運用とか、えっと、 多分、これはやろうと思えばできるのかなでも、なんか意味はないよね。うん。うん。まあ、そこやれだったら、ドッカーでやっぱりやってってなるよね。うん。これはやっぱり。Web コンテナ上にも、ドッカー環境作れるんで、うん。ねえ。いわゆるあの、ガインドを使っていてね、そう、ドッカー使ってねっていうケースもあると思うし。 やっぱり、うん、VS コードとインテグレートされてるから、うん、いいんだよね、やっぱり。だから今回の,あのチ,チーム開発とこそ、さっきちょっと見てたら少し人増えたんですけど、うん、あのチーム設定,設定まで標準化しているっていう人もちょっといたりするわけなんですよ。はい、僕です。<笑><笑>ね、だからこれは多分質問いただいた方からすると、 やっぱり、なんだろうな。あの、よし悪しあると思うんですよ。例えば、Windows 使いたい人と Mac 使いたい人がいる。はい。とか、ね、Mac、うん、と,ックと Linux で割れてます。とかね。そうそうそう。あと、ま、ID の好みもって言ったところで、そこをどう寄せるかですよね、やっぱりね。うん。でも、ID とか、その辺の多様さが残ってる限りは、なんか、統一って一定の限界があるのかなっていう感じうん、うん やっぱそこをなんか割り切って寄せるといけるとこはいけるかもしれないけど。どうやってこう寄せるかっていうところで、エディターコンフィグですとか、うん、あのその手のこうチェックツール系、うん、のものは統一してるっていう話ですね。はいはい、ただ、デブコンテナはあえて使ってないっていう状態です。うんうん、なんかこのあたりも、やっぱりあの最終的には、 あのど,どうしたいのって言ったらちょっと語弊があるんだけども、あのチームの、まあ、人数とか規模感とか、あとそのメンツですよね。だから結構大人数になってきて、あ,のある程度、なんていうか、良くも悪くも下に合わせないといけない時ってあるじゃないですか、チームの時って。うん、で 多分今日なんか昼間オフィスでした時もそうなんだけど、標準化するメリットって、どちらかというと底上げなんだよね。やっぱり。だから、グイグイできる人たちは逆に言うと、その標準化されたものって若干窮屈に感じることって出てくると思うんですよ。だからその標準化していくメリットっていうのは、えっと、全体的な底上げをして、なんていうか、 あの一部のやっぱまだスキルフルじゃなかったり経験が浅い人たちに何ていうか便利なツールとかをどんどん使わせてで開発生産効率を高めていくっていうアプローチなんだと思うんですよねだからそういうレベルのところの人たちっていやあのどのエディター好きなのって言ってもぶっちゃけ経験がない。 し使い分けしたことがないし、使い比べしたことがないから、どれがいいですとかって言えない。あの、何々を使ってましたっていうことは言えても、自分の好みまで言えなかったりとか、なんか、痛い目に遭ってないし。そういう人たちにとっては、なんか、ぐいっと上げていくっていう意味では、その、標準的なツール。あと、運用の標準化って言ったんですかね。使い方の標準化みたいなのは、あのメリットとしてあるんですよね。ただ、 上に合わせようとすると、多分ついてこれない人たちも出てくるから、うん、なんか自分で好きなように入れたかったら自分で頑張れみたいな話になるような気がしますね。なんとなく、デブ <laughs> コンテナって、その VS コードを使いこなしてる人のためのツールになっちゃってるところはあるかもしれないかなと思うんですよね。うんうん、起動は簡単なんだけど、うん、起動後のメンテナンスがめんどくさいっていうところ。はい さっきもお話をしたところ、うんうん、そこの部分とかをどうするかっていうのを、やっぱ VS コードに慣れてる人じゃないと作れないっていうところがあるから、うんうんね、なんかそこら辺も含めて、なんかある程度どっか。 とかあの別でディレクトリーどっかちゃんと作って <laughs> そこでこう何とかあのコーディングできるようにしておくっていうのとデブコンテナはオプションで入ってますよみたいな話のその2段階ぐらいじゃないといけないんじゃないかなって思ったりします、ね、ある意味デブコンテナを使うとさっきの,あの他の人に配るのに楽そうだみたいな話とか あったじゃないですか。トレーニングするとき誘うみたいな話だ、ね。うん、だから、ある程度、そのキーマンになる人がいて、この人が、ある程度、プランニングをして、デブコンテナを使って、その、それ以外の人たちを、まあ、ある意味、高みに引き上げてあげるみたいな。なんか、そういうところには、すごく合ってるっていうか、感じがしますよね。で、そのチーム全体としての、その、生産性を、あの、向上させていくみたいなところですよね。 ただまあ、それが、あの、銀の弾丸っていうわけじゃなくて、もっともっとやれていこうとすると、当然個々人の好みとかも出てくるから、それはそれでチームとして成長したっていうことだから、まあ、そこからじゃあ、こういうやり方もいいんじゃねっていうふうになっていくような気がしますね、うんはい。すげえ、なんか白熱ですね、今日は。松田さんが急遽参戦してくれたので、めちゃめちゃ <laughs>。 いい,いつも以上より厚めのはいトークになりましたがてちょうどいい感じの時間になりました三島さん <laughs>、うん、この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします X の公式アカウントもフォローしてくださいね